コールサックは南十字座付近に見ることができる全天で最も目立つ暗黒星雲である。天の川を背景として肉眼でもシルエットを確認することができる。コールサックの見た目の大きさはおよそ7度5度で一部はケンタウルス座とはエザに重なる。南半球では有史以前より知られていたが初めて観測されたのは1499年。 ビセンテ・ヤーニェ・スピンソンによってである。アメリゴ・ベスプッチにより、イル・カナポ・ホスコと名付けられ、またマゼラン・クモと対比して、マキアラ・マジェラニーあるいはブラック・マジェラニック・クラウドとも呼ばれた。1970年、ケイ・マッティラは、コールサックが完全に真っ黒ではなく、星雲が覆っている星の光を反射し、周りの天の川に比べ10%程度の強さで、光を放っていることを証明した。 コールサックは、ニュージェネラルカタログに掲載されていない。AB アルマ望遠鏡国立天文台アルマ建設。現場の風景その 2ABCDE、シンバド、アストロノミカルデータベース。リザルツフォーコールサック。2012年5月4日、閲覧。世界大百科事典。第2版の解説。コトバンク。2018年2月10日閲覧。ありがとうございます。